奇跡の法、人類再生の原理、大川隆法。第4章、未来への創造。5、未来の作り方。新文明は新しい宗教から生まれる。最後に、未来の作り方ということについてお話しします。これは、幸福の科学の真の目的は何かということに関わっています。仏教は創始以来2500年経ってかなり化石化が進み、救済力が落ちてきています。キリスト教も創始以来2000年経ってやはり救済力が相当落ちてきているようです。聖書に書かれていることをそのまま守ろうとすると、現代社会では生きていけないようなことが数多くあります。したがって、今後3000年の人類史をリードしていけるだけの思想を作る必要があると私は考えています。世界的な大宗教の寿命は、ほぼ2000年から3000年ぐらいであり、その間はその思想のもとに様々なものが繁栄発展し、新しい形の文明ができていきます。形として目に見えるハードの部分を文明といい、ソフトの部分を文化といいますが、文明や文化は新しい宗教が基盤となって生まれてきます。そしてその新しい宗教は、仏心と一体となった指導者が現れた時、あるいは預言者が天上界からの指導を受けて仏心の心を伝えた時に始まります。私は少なくとも3000年後ぐらいまで、すなわち西暦5000年ぐらいまでを射程に入れた新文明の建設が幸福の科学の使命であると考えています。その3000年の流れの中においては、数限りない光の天使たちが地上におり、時代の変化に合わせたイノベーションを行っていくことでしょう。しかし、少なくともその世界文明の基礎になる思想を3000年の視野を持って作らなければなりません。幸福の科学という団体は、そのような大きな構想を持った運動をしているのです。そして3000年後まで影響を与えるということを一つの視点として持ちながらも、もう少し小さな範囲で21世紀の国家100年の計はどうあるべきか、21世紀の国家建設はどうあるべきかということを私は考えているのです。これは100年ほどで過ぎ去っていく些細な問題ではありますが、3000年の視野を持ちながらも、目先の問題として、少なくとも今後の代ぐらいまでについての具体的なビジョンを持つことが、現代に生きる人の使命であると思います。3代ぐらい先まで責任を負うことが、現代人の仕事なのです。私はこれからも人間の生き方や国家の在り方、世界の在り方についてさまざまな提言をしていくつもりですが、その志は未来の文明を作るというところに原点があるのです。その点をよく理解していただきたいと思います。この世に正しい価値秩序を、現代の社会はある意味において
逆ピラミッド、逆さピラミッドの世界になっています。一番価値のあるものが下になり、本来は裾野にあたる部分、霊界構造で言えば、四次元の底辺にあたる地獄階層の部分が結構上の方に位置しています。なぜなら数だけでいくと、四次元層の人口が最も多く、悟っている人よりも悟っていない人の方がはるかに多いからです。ここが民主主義社会の持つ最も危険な点なのです。現代のような世相では、地獄人口が非常に多くなっているため、民主主義を単なる数の論理としてのみ考えた場合には、ピラミッドはひっくり返ってしまうのです。間違った考え方や邪見を持った人々の数は、日本だけでも数百万、数千万に上り、全世界では数億、数十億にもなります。そのような人々が数多くの物事を決めているわけです。いつの時代にも真に目覚めた人は少ないのです。この逆さピラミッドをひっくり返し、霊界の構造と同じような正規のものに戻さなければいけません。悟りたるもの、優れたるもの、真理に近いものが正しい意見を述べ、それによって多くの人々が導かれるような世界を作る必要があります。その際に大切なことは、その運動が専制政治的なものとみなされないように気をつけることです。愛の心、慈悲の心を根本に持ち、知恵と勇気を持って文明を変革していく指導者が出なければいけないのです。日本だけでも1億2000万人以上の人口がありますし、世界には60億人の人がいます。しかし、本章の2節でも述べたように、自分は死骸になって、ドブに転がされてもよい、と思った3000人ぐらいの志士によって、明治維新が起きたのであれば、この逆さピラミッドをひっくり返して、正しい物心の秩序を作ろう、願う人が3000人もいれば、日本の国は変わるかもしれません。当時より人口が増加した分を考慮しても、そのような人が1万人か2万人いれば、十分に国論はひっくり返ります。そして世界の論調もまたひっくり返るはずです。私は暴力革命を肯定していません。人々を苦しめるような圧政を望んでいません。私が考えているのは、あくまでも啓蒙的手段による平和利の革命です。それは価値観の革命であり、新しい文化への導きです。教養による革命であり、思想による革命です。自由と寛容というものをそのままに生かしながら、愛にあふれた未来社会を作りたいと私は考えています。